日本語の種。こんにちは、ゆみです。このポッドキャストは日本語を勉強している人のために作りました。繰り返し何回も聞いてください。セミがうるさい季節です。日本に住んだことのある人ならわかると思いますが、夏になると日本ではそれはそれは,それはセミが大きな声で鳴きます。 うるさくてびっくりしたとか何の音かわからないという人もいるようです。セミがあまりいない国から来た人は本当にびっくりするみたいですね。セミは日本には昔からいて私も子供の頃から夏になれば泣いているので当たり前だと思ってセミの声を聞いていました。セミの種類によって で鳴き方が違うし鳴く時間帯が違うのでセミの鳴き声で今何時頃かななんていうことも分かりますセミの鳴き方が変わってきたなと思うと夏の終わりのサインだったりもしますセミの代わりにコオロギが鳴き始めると秋が来たなと日本人ならわかります 日本人にとってセミの鳴き声は季節の移り変わりを感じさせるものなんです。また、セミの生態についても日本人はよく知っています子どもの頃図鑑でセミの生態ライフサイクルを、えー、見たことがありますし大人もよく話してくれますセミはあんなにうるさいけどああやって成虫 大人になってうるさく泣いていられるのはたった1週間ほどだけ。あとはずっと土の中に何年もいたんだから、今はうるさいけど泣かせてあげましょう。なんてよく言います。日本ではセミのほかにもカブトムシだのクワガタだのトンボだの夏の虫っていろいろいます。日本の子供もたちは、 網を持って山の中に入っていって、カブトムシやクワガタを捕まえたり、お店で幼虫を買ってきて、じっくり何年も育てたり、なんていうことをする人もいます。中には子供ながらに虫をじっくり観察研究して、世界的な論文を発表してしまう人もいます。日本人は、 うるさいセミも大好きカブトムシもクワガタもトンボも大好き自然が大好きと言えるでしょうねそういえば日本には虫の顔をしたスーパーヒーローもいますから日本人の虫への愛よく分かってもらえると思います個人的には残念ながら私は虫は嫌いです このポッドキャストのトランスクリプトが欲しい人は、マコトプラスメンバーになってください。www.makotoplus.com を見てください。それではまた。日本語の種でした。